はい、えー、皆さん、こんにちは、えー、レクセン人講師の海野です。 今日はあの行政書士の受験生向けになんとなくから脱出せよ会社保障法商法特典確率アップ大作戦えと題しまして全2回のうち今日は2回目ということでえ会社の期間についてのお話をさせていただこうと思います第一回目の株式の時にはたくさんの方にね聞いていただきましていろいろ皆さんから好評をいただいたようでえ調子に乗ってもう一回やるということでですね今日は第二回目会社の期間についてま皆さんになるべくこう全体像を見渡せるようなね話を。 いいただこうと思いますちょっと開始遅れましたのは、実はダブルブッキング事件がありましてね、宇野先生、えー、分身の術使わないと抗議できないという、そういう事態になってしまいまして、今、お隣の教室で全国中継のガイナンスを、前座を務めつつ、遅れましてのスタートで、大変申し訳なかったです、それではじゃあ、今日皆さんにお渡ししましたこのレジュメ、どうぞお手元にご準備ください、もしあのお手元に持ってらっしゃらない方、これを YouTube 上で聞いてくださってる方は、プリントアウトできるようにしていただく手配をします。そして 渋焼本校でも生の生の,生のというか現物をお渡ししますので、えー、もしいらっしゃる機会があればどうぞこれだけでもお取りに来てくださいさあではあのまずですね、えー、8番会社の機関としまして1ページ、2ページのところどうぞお開きください、えー、まず取締役何する人ぞというのが今わかんないまま一生、えー、懸命取締役会決議だ株主総会決議だって覚えていらっしゃる方が非常に多いと拝見した伺ったんですけれどもそもそも 取締役会並びに取締役代表取締役の相関関係というのをまず大きくお話ししていこうと思います、えー、株式会社には取締役会を設置する会社と取締役会を設置しない会社に分かれていることはご存知だと思います。 でまず取締役会を設置する会社に関して原則形態です取締役は必ず3名以上必要そして3名でもって取締役会を構成します会議体としての取締役会でここで何をするのかというといわゆる業務執行の意思決定をする意思決定業務執行をするんじゃないんですよ意思決定をしていくと。 で意思決定というのは、えー、言うならば簡単に言えば、日々の日常的業務の、日常的業務というか、まあ、取締役会で決めるべき、まあ、決定事項、やるやらない、するしない、ねえー、それを決定していくということです。例えば、法律で規定されていることを言えば、ここに書いてあります、株式分割をやるやらない、ね、株式無償割当てをやるやらない、ねえー、あの あごめんなさいこの株主,株主総会の対抗ってのは大,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 大きいと書く対抗だいつどこで株主総会を開いて議題はどうするのかっていうねそういう意味の対抗だったの字が間違えてますねごめんなさい株主総会でいつ開催し何を議題としそして、えー、どこで開催するのかですとかあとは募集株式の発行をするしないこういった法律的にはこういった意思決定を行うのと同時にもっと日常業務的には例えば A 会社と取引をするかしないか新規に 隣町に店舗を出すか出さないか銀行から、えー、融資を受けるか受けないかそれだったらいくらぐらい融資を受けるのか受けないのか会社が持っている重要財産を処分するのかしないのかまた支配人と呼ばれるような使用人を選任するのかしないのかといった日常業務の中で、えー、比較的重要な事項のイエス・ノーを過半数賛成多数によって決めていく、ねえー、これが取締役会の大きな役割ということになります。 そして取締役にはもう1つ大きな役割があっていわゆる業務執行機関である代表機関を選任しそして解任する並びに選ぶのみならずそれを監督するという役割を持っていきますでこの代表機関代表取締役と業務執行取締役とに分かれていくじゃあこの人たちは一体何をするのか。 まずですね、大取りと業務執行取締役、いずれも取締役会によって選ばれるんですけれども、どちらも体内的業務執行、体内的、体内のないは会社の内部という意味です。体内的業務執行をしていくという点は同じです。会社の内部にいるのは株主さんと従業員、主に従業員がメインです。いわゆる皆さんがイメージするところの、 あれですよ従業員の中で出世のルートを上がっていき例えば課長から始め係長、課長部長で部長の上に、まあ、例えば本部長ぐらい行くと次に見えてくるのは取締役ですよねでその取締役に出世の、まあ、ある程度最高位にあたる取締役まで出世してきたつまり従業員上がりの取締役でで取締役になれば秘書もつくだろうし部屋も与えられるだろうしね、まあ、個別の部屋が与えられなかったとしてもあ任された部署の一番上座に座って各,各社員を見渡せる。 一番、ね、上座の、えー、席に座ってなんていうそういうようなイメージまさに従業員のお一つ任された部署の例えば決済をしていく臨理を通すそして、えー、社内の従業員を指導し、えー、そして、えー、なんだあの企画立案新しいプロジェクトの企画立案をしていくと、ね、まさにそういったあの日常的営業行為を行っていくのがこの体内的業務執行でこれはもちろん代表取締役も内部の人間に対して業務執行を行っていくことができます。皆さんがイメージするところ の部長のさらなる上従業員上がりの取締役があの社内の中で日々やっていく営業活動のことだと思ってくださいでそれに対して代表取締役にのみ認められている業務執行が対外的業務執行と呼ばれるものでいわゆるこれを別名代表行為と呼んでいきますつまり会社の外部の人間に対して会社を代表して契約締結の意思表示をしていく、ね、会社外部の人間と契約締結の意思表示を受け取る または弁裁する、えー、裁判上の原告被告となって、えー、裁判上の行為を行うこのように外部の人間に対して会社を代表していくものは代表取締役しか認められていないということなんです。 で,ですのでこの内部の,人内部の人間に対する関係の業務執行と外部の人間に対する人間への業務執行というのはこれ大きくあの異なってくる大統領はその両方ができますが、えー、業務執行取締役は体内的なものしかできなないいとうことになりますでもちろんこの業務執行は取締役会で決められた決定に従って行うことが必要です。 例えば取締役会で今度 A 銀行から1000万の借金をすることについて取り替えでえーこう OK が出たらねその1000万の借金の実際の金賞契約を大取りが A 銀行との間で契約を締結してくるとかね。 また例えば隣町に新規店舗を出店するって取締役会で決まったのであれば、えー、その上で、えー、大トリまたは業務執行取締役がマーケティングをして社内の従業員を指揮命令し、えー、新規店舗を出店するためのさまざまな段取り行為を、えー、大トリと業務執行取締役が率先して、えー、体内的従業員に対して指揮命令して実践していく。 でこのように取締役会で決められたことを確実に代表機関たる、ね、この者たちが実行していくというそういう関係が必要ということになりますとなるといいですか取締役であって大統領でも業務執行取締役でもない人って誰ってことなんですね取締役であって大統領でも業務執行取締役でもない人って誰なのか。ね これはいわゆる社外取締役だと思ってください社外取締役というのは、えー、現在、この会社の取締役等の役員でなく、ねえー、現在というか現在、業務執行取締役等の業務執行者でなく、えー、過去10年間の間にもこの会社または子会社の業務執行取締役等でなかったものを指す、まあ、そういう定義は少しあのお行政書士の方では出ないかもしれませんけれども <laughs> まあ要するに過去10年間にわたってこの会社と無縁だった人ぐらいの意味でいいですよ。でそういったの社外取締役例えば えー、他の取引相手の企業の関係者だったり、えー、それからあ同業他社の関係者だったりまたは、えー、著名なああの財界人だったりまたはわ割と、ねえー、文,化あの文化的というかろ々おユニークな発想をすると定評ある芸能人だったり、ね。 えー、東ハトさんにサッカーの中田秀俊さんがあの社外取締役を務めていましたよね東ハトさんの社外取締役を務めていた時期に中田選手の,あのアドバイスで東ハトのフルパッケージが、えーあのー、可愛く変更されて売り上げがなんかすごく伸びたなんて話は聞いたことがありますですからまさに全く異業種の方であっても社外取締役として参入していただくと非常にこう新規のアイデアで会社が思いっきりこう、ね、変わっていい方向に変わっていくなんてことも期待できる。でこういった社外取締役は取締締役役は会の メンバーとししてて意思決定には参加していきますですけれどもあでもちろん取締役会に参加しますから大統領や業務執行取締役の選任・解任並びに監督には関与するだけれども、えー、代表機関ではありませんから体内的業務執行も対外的業務執行もしない、ね、つまり毎日出勤しないということですね。 えー、毎日出勤してくるのはもちろんこれ従業員上がりの、ねえー、部長を経たうえの、まあ、業務執行取締役並びに代表取締役は毎日会社に出勤してくるでしょうが社外取締役は取締役会の構成メンバーにはなるけれども、えー、毎日会社に出勤することは基本ないということになります。 さあでは2ページの取締役会非設置会社はどうだろうか。ね、取り替え非設置などと呼ぶで。これは最低1名の取締役がいればいい。だけどまあ話を合わせるために3名にしました。では3名でもって、えー、会議体である取締役会は、えー、開きませんで。どうするかというと ではあの先ほどと同じく意思決定、ね、借金するのかしないのか新規店舗出店するのかしないのかまたはあの株式焼却するのかしないのかといったそれでやる、やらないする、しないの意思決定はこれ取締役の過半数一致で決めていくことになります。 で、これでやる、やらない、する、しないを決めた上で、じゃあ実際に、例えば、新規出店すると決めた、ね。じゃすると決めたからには、社内でプロジェクト立ち上げて、従業員指揮命令して、マーケティングして、いろいろね、準備してっていう体内的業務執行と、実際に新規出店するにあたって、えー、テナントを借りるために、賃貸借契約などを第三者と締結する、などの行為が必要になってくるわけです。じゃあその体内的業務執行、体外的業務執行は一体誰がやる 같아 これは取締役一人一人が会社を代表して対内的も対外的代表行為もいずれもできるということなんですですから各自が代表権ありというのはそういうことなんだともちろん別に代表取締役を作ることもできます作るというか立てることもできますがその場合には対外的代表行為だけは代表取締役の役割になりますがやはり対内的代表行為については取締役がみんな一人ですることはできますね それ対外的代表行為はその選ばれた大統領だけがやることになりますが対,内的対従業員などに対する、えー、業務執行については大統領以外の普通の取締役も、えー、することができるこれ確か行政書士の試験で出てましたよね、えー、出てたと思いますが何年の何足というのも忘れましたが行政書士の試験でついこの間見た過去問の中に出ていたように思います、えー、特に大統領選んだ場合であっても代表取締役を選んだ場合であっても対内的業務執行に対しては各自取締役が1人でできる。 切るね。そんな足が出題されていたと思います。では、あの続いて基幹設計の語呂合わせ、えー、前回言いました。まあ、あのちょっと笑っちゃってください。3ページ4ページのところを見ていただくと、<coughs> まあこれね。あの好評な場合となんかあの鼻で笑われる場合があるので、まあ、皆さんの金銭に触れるかどうかは分かりませんが、ちょっと見方をお話しさせていただきます。これね、あのちょっと気をつけてみないと大変なことになるので、えー、まず3ページのところこれ。 右から左に言ってください。右から左。つまり、取締役会は公開会社でなきゃいけない。と間違いない。右から左ね。えー、公開会社は取締役会でなきゃいけない。えー、監査役会設置会社は取締役会でなきゃいけない。監査等委員会設置会社は取締役会でなきゃいけない。というふうに、右から左に見てください。その上で、まずじゃあ、取締役会について、えー、一つ、一つ見ていきますと、まず、公開会社は取締役会設置会社でなければならない。これは前回お話しした。とこう 後悔したら取り返しは必ずつく、ね、という語呂合わせで覚えていただくといいそうするとここから取締役会、非設置会社は必ず閉鎖会社である、ね、というルールが導き出されていきます後悔、えー、したら必ず取締役会必ず設置、えー、反対に非設置会社は必ず非公開会社である、ね、でこれはあのどういう意味かとお話ししますと公開会社ってどういう会社でした これ株式を、えー、自由に売り買いすることができる株式が発行可能別名,は別名というか反対に非公開会社は、えー、一株たりとて株式を自由にいいあの売り買いすることができない会社でその公開会社は株式を自由に売り買いすることができる、ねえー、そういった株式を発行可能な会社となると公開会社の、えー、特徴としては 当然、ですねその株式を取得するということがイコール会社経営に参加するということとはイコールにならない。 何、えー、せ、えー、私最近株やってんだよねって言ったらそれは株式投資をやってるということで、えー、決して会社の経営に参加していきたいということで株をやってる人はあんまり出しゃないんですねであのいわゆる、えー、キャピタルゲインという、ね、株式売却益だけをお頼みの頼人だから楽しみにして株投,、えー、投資の対象としての株をやって,る方っていうのが非常に多い、ね。 ですから公開会社のように株を自由に売り買いできる、ね、そういう会社に関しては集まってきた株主さんは会社経営に興味のない人ば,ばかりだと言ってもいい、まあ、ばかりだというのはちょっと言い過ぎだけど興味のない人が多い可能性が高いそうすると株主さんにですよ株主さんにね、えー、取締役の行為を監督させることが、えー、期待できないんですよ、ね。 え公開会社は株式を自由に売り買いできる、ね、えそういう株式を発行する会社だそうなるとそうやって集まってきた株主は会社経営に興味がない人が多く、えー、結局、株主さんに、えー、取締役の活動を監視させることが期待できないということになりますでそうするとどうなるかどうつながってくるかね。ね、えー あの公開会社にとっては株主,さんにですよ株主さんに取締役の行動を期待させることが、えー、ちょっと無理だとだったらば取締役会によってその相互に自分たち取締役を相互監視の目でもって監視させようということになってくるんですだから公開会社は取締役会を必ず設置していかなければいけない。 でそれに対して取締役会非設置会社はなぜ必ず非公開なのかと言いますと実はここで出てくるのがちょっと、ね、一番最後の17ページというのをちょっと見ていただけますか17ページこれ最後に株主総会が出てくるんですが株主総会の、えー、決議事項というところで。 取締役会非設置会社と取締役会設置会社とで株主総会の決議事項これも行政書士試験に出てましたね、えー、変わってきますよ取締役会非設置会社というのは株主総会に万能性があると言われますいわゆる会社法に規定する事項その他株式会社に関する一切の事項について株主総会が決められる。 ところが取締役会設置会社についてはどうか。取締役会設置会社についてはどうですかというと。株主総会に万能性がない。えー。 いわゆるあの定款で定めた事項または会社法に規定する事項だけを定めることしかできない、ね、でこの点とどう関わってくるかというともう一度じゃあ先ほどの3ページ見ていただくと公開,会社公開会社は株主の取締,役取締役への監視が期待できない。 株主は、えー、株取引にしか興味がなくキャピタルゲインばっかり追っかけてるととなると株主に取締役への監視が期待できないから取締役会設置会社は、えーあのー、株主総会に万能性を認めていかないでその代わりに取締役の監視はまず相互監視作用を期待し取締役会でもって相互監視をしそして後で説明しますが取締役会を置く会社は監査役が絶対に必要というふうにつながってくるんです。 取締役会いい、ねえー、公開会社は取締役会を必ず設置で、で取締役会が置かれている会社は株主総会に万能性がない。株主の監視が期待できない。だから、えー、監査役を置いて、えー、それを監視させて補っていこう。 それに対して取締役会、非設置会社、ねえー、については必ず閉鎖会社なんですだから、えー、閉鎖会社ってどんな会社でしたあ閉鎖会社っていうのは非公開会社ね非公開会社っていうのは全部の株式を自由に売り買いできないだから全部に譲渡制限がついているという会社です、えー、全部に譲渡制限がついている3ページの取り替え非設置は必ず非公開でこの非公開は 全部譲渡制限がついている閉鎖的な会社だと、えー、株式を自由に譲渡できないからここ10年株主が全く変わってないで株主は変わってないもんだから嫌でも株主同士仲良くなるしで会社との間の距離も近いし、まあ、場合によっちゃ友人同士家族経営なんてことも珍しくありませんとなると株主が取締役の監督を期待できる株主が取締役についてダイレクトに物を申せる関係がもともとある だと,だとですよ別に取締役会を,、ねえー、を置かずともです、ねえーあのー、株主をしてダイレクトに取締役の監視が期待できるという点があるんですそうなると株主に物申す、ねえー、権限を強めていく必要があるから先ほどの一番最後のページ見ていただくと、えー、取締役会非設置会社は、えー、株主総会に万能性がありますよなん、ね、でもかんでも、えー、決められますよって、ね。 取締役会非設置会社は会社とと取締役との株主と取締役との距離が近い取締役に物申す環境があるそしたら取締役会をわざわざ作らずともそれで監視が株主から目が届く。 株主の集まりである株主総会に発言力、万能性を持たせてで、えー、監視をさせようとそういう関係が出てくるとでさらにこんなところは、まあ、ちょっと細かいことになりますが株主総会の招集通知に取締役会設置会社の場合には必ず議題と議案を、えー、場合によっては議,案まで、ね、議題と議案まで招集通知に書かなきゃいけないのが取締役会設置会社、ね。 であるのに対して取締役会・非設置会社の場合には特に議題を招集通知に書いておかなくてもいいなんていうそういったところで出てくる、ね、株主さんは次の総会で何が不議されるのかは知っている可能性が高いしでましては万能性があるわけですから行き当たりばったりで株主総会で議題をねあの突然、議題を決議しても特に株主さんの発言力はもともと強いから取り換え、非設置会社では招集通知に議題書かなくていいよとか。 だけども取締役会設置会社は株主さんはそもそもあんまり経営に興味ないからちゃんと次の総会の議題と場合によっては議案まで、ね、書いておいてあげないと、えー、経営に興味のない人の集まりだから、ねえー、議題を必ず書きなさいよなんてそういう具体的な違いとなって現れてくるということです。 ではあ,のあんまり細かくいとこ話してもしょうがないので、えー、今、言いました通り、ねえー、ちょっと戻りましょうじゃ3ページに戻っていただいて公開会社が取締役会必ず設置しなきゃいけない理由はそこそして、えー、取締役会非設置会社の場合には、えー、株主総会が万能性を持っているから逆に、えー、必ず非公開会社であるというそういったつながりが出てくると。 では次に監査役会設置会社は必ず取締役会でなきゃいけないこれは簡単です、えー、あえて厄介なことにしたんだったら取り返しは必ずつくとか書いてありますがこれはあの監査役は監査役会3人以上の監査役からなります要するに監査役の頭数揃えて会議体にしたってことですね これはバランスの問題です監査役について3名以上の監査役によって監査役会開かせておいて取締役がたった1名の単体で動くのはバランス悪すぎるあっちが3人だったらこっちも3人以上の会議体にしろっていうそういうい趣旨でこれ取締役会を必ず設置させたと。ね で続いて監査等と指名委員会等はこの後説明していきますじゃあ、ちょっと、ね、それらを踏まえて、えーあのー、語呂合わせは皆さんで見ていただくとして6ページ以降、詳しく、ね、じゃ監査役等につ詳しくというか大きな視点で見て,きていきたいと思いますまず監査役の監査権限監査役というのは、えー、業務監査権限と会計監査権限、えー、に分かれていくことになります業務監査というのは取締役らの業務執行の監査をする。 ところがこれ適法性監査と妥当性監査というんですが詳しいことは書いてあるので読んでいただきたいんですがあのあくまでも法にかなってるかどうかという観点からの監査監督を指していくことになります自分だったらどうするか、ねえー、対案を示して自分だったらどうするのかって意見することを積極的妥当性監査というんですがそれはあの業務執行を担わない監査役はやりすぎとね。ね えー、現在の通説では業務監査とは適法性監査を指していくと言われていますそしてもう一つ会計監査については会計監査人が設置されていれば、ね、会計監査人は公認会計士というです、ねえー、プロになりますから公認会計士の先生が先に監査をします公認会計士がああの計算書類について先に監査をしてで OK が出て、えー、監査役に回ってくるんですね。 そうしたらあのプロである公認会計士である会計監査人が OK 出した計算書類が対借対象表とかです対,借対象表とかの計算書類がその素人かもしれない監査役の目でも見てだめ、えー、出しできるわけもなく基本的に会計監査人が設置されていればそのこれ読んでいただくとわかるんですけど会計監査人が。あ あの設置されていれば会計監査人の適法性監査が届いたのであれば、えー、監査役としては自ら、ね、それを一から監査するということはしていかない、ね。 ただし会計監査人がいなければ計算書類の監査を監査役自体がやらざるを得ませんから電卓はたいて会計監査人がいなければ一から自分で監査していかなきゃいけないでも会計監査人がいるんだったらプロである会計監査人に先に任せて妥当性監査妥当だよっていうね監査報告書が上がってきたらそれをまた一から自分で電卓はたいて監査し直すということは普通しませんで一番下にあるとおりその際、監査役は会計監査人の専門性を信頼することが許されるのであってそれを疑うべき事 要がない限り監査役の会社に対する任務受けたい責には生じないものと返されるなどというふうにいわゆるあのやり方等に何か不備がないかどうかだけのチェックをするにとどまるということになります。さあそれでは、この監査役についてなんですけれども、えーあのー、これが3名以上からなる監査役会というのを、えー、組織することができるでかい監査役会の設置強制がされるのが公開会社である大会社公開会社社公開である大会社。 え公開会社は株式を自由に譲渡することができるのでさっき言いました株主が毎日のように入れ替わる可能性があるでなおかつ、大会社というのは資本金が大きい金額の,こ、えー 5, 億以上のね、5億以上の会社のことですからそうなると、えー、利害関係人が多数に上る。 株主が毎日コロコロ入れ替わり、えー、公,開会社だから公開会社だから株主がコロコロ入れ替わりで公開会社だから取締役会が必ず設置され取締役会が必ず設置されるということは株主総会に万能性がない株主の監査が期待できない。 でなおかつ大会社だから、えー、取引相手等の債権、えー、者等が多数に上るこんな会社で適当なことされたらたまったもんじゃないですからだから監査役の発言力を高めるために3人以上の組織体を構成させて監査役会にしたということなんです。 監査役会は3人以上、うち半数以上は、ここ10年程度、会社に関係なかった、社外監査役が必要になるということになっています。過半数じゃなくて、半数ってね、点がポイントということだったわけです。では、この監査役会設置会社は必ずね、同時に取締役会設置会社であるといったのは先ほどのとおり。じゃあ次いきますよ。7ページ見ていただいて、今度、えー、会計参与。会計参与何する人ぞですね。で、これはですね、計算書類を作る人ってことです。 でこの一言でいうと8ページの下に書いてあるのは 3K とかって我々は呼んでるんですけど監査役、会計参与を会計監査に臭い、汚い、きついじゃなくて、えー、でもあ,のあ,あまりいい意味で使ってないのこの 3K やっぱり司法書士の受験生でも 3K 嫌いですとかいう人多くてで何するのかさっぱりわからないという,ようなことをよく聞きますそこで、ね、こうよく言ってるのが会計参与は作る人だから計算書類を作る人。 でえー、監査監督する人とはまずそこで分けなさいとで監査監督する人が監査役と会計監査人に分かれるんだ会計監査にはこの後やりましょうじゃまず会計参与何する人ぞこれは必ず税理士または公認会計士の資格が必要になりますで計算書類ね貸借対照表とか損益計算書に代表される計算書類を作る人なんです 取締役作ればいいじゃないかって言うんですけど取締役はあの出世のルートでは成功したかもしれませんが会計の知識は必ずしもあるとは限らないで、ね、その計算書類いきなりあの素人さんが作れるとも思う、えーまあ、ソフトとか最近ありますけど、まあ、なかなか大変なわけですですからそのプロである税理士または公認会計士に会計参与に就任してもらえればその知恵を拝借できるわけですよね。 そうすると、えー、役割として一番下、丸に、えー、専門家が計算書類の作成に関与することにより取締役執行役の計算書類の作成や株主に対する説明の労力が軽減され取締役執行役が経営に専念することができるようになって非常に負担軽減につながるでまた、もう一つの役割はこれは、ね、ちょっと、あのー、理想論なんですけどいわゆる会計監査人の設置されていない中小企業で会計参与を置くことによって金が借りやすくなるといわれるんです銀行からね。 つまりこれ会計産業を選んだ場合にはあの作った計算書類を最,最低5年間会計産業の税理士事務所または公認会計士事務所に保管しなさいと規定されている。 となると、例えばですよこの会計参与がいる会社が銀行に融資の申し込みをした時に、えー、直近3年分の計算書類を提出してくださいなどと言われてしまうことが多いんです銀行に、ね、お金を貸せるかどうか判断しますから計算書類直近3年分持ってきてくださいで、この時にそのお金借りたいがために取締役は数字を改ざんして丸1個増やすとか、ね、赤字を黒字にするとかで手直し直,して,手直し,して銀行に提出する、ね、でもちろんそういうの銀行はあなたこの時で見抜けるんですけどでも、おも もし、ね、その会社が会計参与設置会社であればその融資の申し込みをしてきた取締に一言言うんですよこれ、同じもの会計参与の先生の事務所にもありますよねでそちらからも私、ね、取り寄せますけどいいですねって。 そうするとあの取締役はお金借りようとしてる身ですから当然ダメですと言えないですよねでそうすると銀行が会社に許可もらえましたって言って会計算用の先生の事務所に同じ3年分の計算書類を取り寄せて会計算用がそれに応じて見せてしまうと両者を付き合わせた時に改ざんしたことがすぐ丸見えですでこんなね分かりやすい嘘を普通つかないはずなんですね でそんなすぐにわかっちゃうようなミスをつかないだろうという安心につながるんですだから何が言いたいかというとこの会計参与が設置されている会社からの融資の申し込みの際などにはそこで提出された銀行への提出された計算書類はほぼ信じていいだろう、ね、そんな会計参与に同じものを取り寄せて両者改ざんがすぐ発覚するようなわかりやすい書類を出してくるわけがないので結果的に会計参与設置会社の、えー、計算書類は信用できる。 つまり、えー、なかなか融資受けられないような中小企業であっても会計参与がいるというただ一言によって、えー、お金が借りやすくなるということを当時18年改正の時に商法の改正委員はそれを期待して設置をしたというふうに立法担当者が言ってたんですねほうすごいなと思ったんですけど蓋開けて過去11年ですかもう会社法改正されて、えー、全く会計参与を利用されてません結局会計参与は結局、ね、税理士会が、ねも,うあのー、もうそっぽ向いちゃったんですね どううしてかというといそもそも導入が予定されているのが中小企業で,で中小企業はそんな会計参与の先生に1年にあたり何,何百万円もの報酬払えないんですよ。と税理士会最初は前のめりだったんですけどなもうかんないんじゃないかということで会計参与の、まあえー、利用というのは現実なかなか進んでいない、ねだからまあ、だから一応役割としてはそう言われているよというぐらいでただ、ポイントとしては取締役と一緒に計算書類を作成する税理士または公認会計士の資格を持つものこれが会計参与の 役割ということです。 では次会計監査人に参りましょう会計監査人はこれは監査監督する人ですで監査役は内部監査会計監査人は会社の外部から行う外部監査で具体的には計算書類の監査がメインということになってきます監査役は会社の内部にあってだから毎日出勤するんですよこれも監査役も取締役と同じで従業員から出世のルートとして、えー、登用された人がほとんどですで会社の内内部部にあってて毎日出勤して内部から 業務監査、えー、そして会計監査をするのに対して。 会計監査人は1年間に一度、えー、決算期から定時株主総会までの3月31日決算だったら6月末が定時株主総会ですその,その間だけが忙しいのが会計監査人3月31日、計算書類を作ってそれを半年6月末の定時総会で承認もらうんですがその時だけ計算書類の監査がメイン業務になってくるのが会計監査人。 計計算書類のの監監査査ががメイン業務なる会人それに対して会社の内部で毎日出勤し取締役の業務の監査とそれから会計監査人が先に監査したそのあの計算書類の監査を受け持つのが監査役両者は一応これで線引きできる会計監査人1監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社及び大会社が会計監査にを置かなければいけません。 1>, で1、これこのありやりますけれども監査等委員会設置会社並びに指名委員会と設置会社は、えー、これ後でやりますが執行役または取締役に業務執行に関する大幅な権限以上えつまりゴーンさんですゴゴーンさんゴーンンささんんの力量一つで日産がどこまで回復したか日産はあの指名委員会等設置会社ですでゴーンさんの力量一つで、ね、日産があそこまで V 字回復ちょっと最近残念な事件がありましたが、ね、V 字回復したのはひとえにもう本当に営業のノウハウにたけた、えー、たった一人の 執行役などの手腕によっていきなり今までリストラ対象の会社だったようなリストラ対象というか、えーひどいね、成績あまり営業成績がよくなかったのがいきなり V 字回復なんてなるようにたった1人の執行役などに大幅な権限異常というのが認められる。と、えー、となると えー、よほど,よほどとかその執行役に対する監視・監督機能を充実させなければいけない、えー、そこで会計、えー、計算書類の監査という観点から会計監査人を必要的設置にしたんだと、ね。 でまた、えー、こちらの代替社については先ほど言いました資本金が5億以上ですから株主さんが不特定多数でかつ会社債権者も多数に上るからこれ、ガバナンス要するに企業統治適当なことされちゃうと営業影響を受ける人が、えー、大多数に上るとでそうならないように、えー、計算書類の監査を通じて財務体系のチェックをお会計監査によって期待したんだというふうなこととして、えーまあ、説明されるわけです。 さあそれではじゃあねちょっとここで一旦区切って、えー、先ほどの三ページのところに戻りましょう三ページに戻っていただくと <laughs> え機関設計ね今何やったかって公開会社は取締役会必ず設置監査役会設置会社はバランスを取るため必ず取締役会設置で監査等と指名委員会は後でやるから続いて監査役うあ,あのー <laughs> 監査役会やりましたね公開会社である大会社は監査役会必ず設置公開会社だと株主、コロコロ変わるで公開会社だと取り替え設置するから株主総会万能性なしよって株主の監査期待できないでなおかつ、大会社だと利害関係人多数に上るでそんなこんなで公開会社である大会社は必ず監査役3名以上からなる監査役会を置きなさい。 で今やりました監査等委員会設置会社え指名委員会等設置会社は、えー、1人の執行役などの人に大幅な権限以上が認められるから適当なことされちゃたまらないから計算書類の監査はプロに任せよう。ね で大会社も利害関係にたくさんいるから、ね、会計監査の監査はプロに任せようでそういう企画設計になっているじゃあ飛ばしちゃった監査役いきますよ監査役取締役会設置会社は監査役を必ず設置これは取り返しがつくなら監査役しようで私はそうやって覚えてます取り返しがつくなら監査役しよう取締役会設置会社は監査役必ず設置でこれ何でかこな何でかというと 取締役会設置会社は先ほどのお話にあるように、えー、株主総会に万能性がないんですね株主総会に万能性がないで取締役会設置会社の場合には株主総会に万能性がなく株主総会決められたことしか決められないあ口出せないとなると株主さんが、えー、積極的に経営陣に物申すという関係にない。 そうなると株主さんによる監査が期待できないから、えー、プ,ロプ,ロプロじゃないや監査役に取締役らの監査を任せましょう、ね、取締役会設置会社は、えー、株主さんのお目が行き届きにくい株主総会が形骸化しちゃってる最終ページでやった通り、えー、万能性がないからですとなると株主が積極的に目を光らせるのは無理だからじゃあ監査役に取締役の監査をしてもらいましょう だから取締役会設置会社は、えー、監査役を必要的設置と、ね、いうふうに決められてるんですでところがねこれ唯一の例外は司法書試験でよく出るんですけど、えー、でも閉鎖的な中小企業なら34地方に行って監査しないで済ませようとか書いてありますがこれ注意書きの2っていうところを見ていただくと。 取締役会設置会社で唯一監査役を置く必要がない場合というのがあるんですね取締役会設置会社で唯一監査役を置かなくていいちょっと行政書士試験ではここまで出ないかもしれませんただ言っちゃった以上話しますと、えー、取締役会設置会社で監査役を唯一置かなくていいそれがね、あのー、注意書きの2のところで、えー、非公開会社である会計産業設置会社については監査役を置く必要はない。 非公開でかつ会計参与がいるんだったら取り替え設置でも監査役いなくていいっていうんですなんじゃそりゃという感じなんですがこれ,これ、ね、あのちょっと説明しますと、えー、非公開会社っていうのはさっきから何度も言う通り、あり非公開会社は、えー、閉鎖的なんでしょあの株主の入れ替わりがないわけだから、えー、株主さんが取締役に目を光らせられる環境があるんです株主さんが取締役に目を光らせられる、ね、取締役の活動を監視できる、ね。 でえー、そして、えー、会計参与がいるんでしょということは計算書類をプロに半分手伝ってもらえるということです計算書類作るのを、えー、プロに半分手伝ってもらえるとなるといわゆる監査役の役割って2つありました業務監査と会計監査です業務監査と会計監査で監査役のうち業務監査は株主に任せよう 非公開だから株主の目が行き届き届やすい株主の目が取締役に行き届きやすいからです監査役が担っている業務監査は株主に任せ監査役が担っている会計監査はそれをプロである会計参与に計算書類を半分作らせるという形で信憑性が増すので。 じゃあ監査役のもう一つの業務である会計監査も会計参業が作るから大丈夫でしょうっていうことで結局両方の職務をえ片方は株主に片方は会計参業にね任せることによって監査役いなくていいんじゃねっていうことになるんですねだからあのこの注意書きの二のところ取締役会が設置されていたら必ず監査のために監査役を置かなきゃいけないその唯一の例外は非公開で会計参業がいるんだったらね監査役をいなくても監査役の役割二つをそれぞれ 株主と会計参与が担ってくれちゃうからいなくていいよという形で例外が置かれているとちょっと難しいですけどここまでいけるとねあの非常に。 えー、全体像が見えてくるのかなと思いますじゃあ,あの続いて私は個人的に私はあのよく司法書士の試験で、ね、動物の勘であ,のあ,のあれするんですよあの山当てをでも、ね、結構当たったりするんでね同じ司法書士の講師に根本講師っていうちょっとおかしい、ね、あの講師がいるんですけどその講師はデータに基づいて、えー、よく、ね、山当てをするだけど海野先生はあの動物の勘で山当てしてるって言ってどっちが当たるかは、ね、本当にあのその年によって時々なんですが私の動物の勘は意外に当たったりするので ちょっとね行政書士の試験で勝手に山当てしてみました。それがね９ページのところにある特別取締役による取締役会、えー、あの順番からいっと、まあデータ的なものからも十分指し示してるんじゃないかと思います。特別取締役は足レベルで５回ぐらい出てますから、あの正直でこの２年出てない、危ないと思いますよで。要件的なものが出てくる可能性は高いと思います。まあそもそも特別取締役の制度趣旨、ちょっと読んでいきましょうか。大企業、特に上場企業では取締役の人数が多くなりすぎ、取締役の数が 30人を超える会社も珍しくありませんしかしそれらの取締役は地方や海外の視点に常駐していることもあり大企業においては頻繁に取締役会を開催することが困難になっているわけですねだって呼び,呼び戻さなきゃいけないから、まあ、もちろん最近テレビ電話等もあるんでしょうけれどもそれにしてもやっぱ顔を突き合わせた会議というのが大事だったりすることもあります、えー、<laughs> そうすると頻繁な取締役会開催は困難で取締役会が毎月1回程度しか開催されていない現状では取締役会で決定すべき重要事項についてですね取締役会での決定を待っていた そこで従前の多くの大企業では常務会経営委員会経営会議などと呼ばれる非公式の会議を設置してそこで本来取締役会で決定すべき会議の重要な業務執行の多くを決定してしまい事後的に取締役会の承認を得るという方法を採用しておりこれにより取締役会の経営外化が進んでいるとの指摘があったと。 でこれらを受けて取締役会の専決事項必ず決めなきゃいけないということですねとされてきた事項のうちより機動的に決定することが要請される重要な財産の処分譲り受けおよび多額の借財の2点について取締役の一部特別取締役を選任しその特別取締役だけからなる取締役会で決めちゃっていいよってしたのがこの特別取締役による取締役会という話ですじゃ要件戻りましょう、えー、指名委員会と設置会社でない取締役会 設置会社で取締役の人数が6人以上かつ取締役のうち1名以上が社外取締役である会社要件的には指名委員会と設置会社でない人数6人以上そして、えー、社外取締役が1名以上いる、ね、でこの場合には特別取締役3人以上を取締役会で決めることができるとでこの3人の中に社外取締役が入る必要はありません、えー、とにかく3人の特別取締役を選べるね で、この三人というのは通常、本社勤務の取締役にしてきます。支店勤務、海外常駐じゃなくて、本社勤務の取締役ね。機動性のある会議を開催するためです。で、通常、取締役会決議事項である重要な財産の処分譲り受け、及び多額の借財について、この特別取締役のうち、議決に加わることができるもの,の過半数が取締役会に出席し、その過半数の賛成があれば、取締役全員からなる通常の取締役会を開催せずに決定することが可能となる。 これによって機動的な、ああのより決定が求められる、ね、この多額の借財重要な財産の処分譲り受けがあ決定がスピーディーになる、ね、要件的なものはちょっと覚えておく価値はあるんじゃないかなと思います。さあそれでは山手という要素からすると昨年出てますからね行政書士の試験で昨年出てるのでちょっとこれはどうなのかなと思ったんですが基幹、まあ、設計を学ぶにあたってはここ知っとかないとちょっとイメージ湧かないでしょうからちょっとお付き合いいください指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社のお話です。 さあ10ページ指名委員会等設置会社は、えー、日産ですとかみずほ銀行さんなんかもそうだったかな、えー、指名委員会等設置会社は平成12年の商法改正によって誕生した制度です26年改正前は委員会等設置会社と呼んでいました 改正の背景はバブル崩壊後の相次ぐ大規模不祥事、えー、牛肉偽装事件なんかが直接の引き金になったとっ言われているんですが、えー、これを受けて会社の経営陣の暴走を防ぐ制度を導入する必要性が叫ばれたで従来の制度より監査制度を一層強化するなんてことが求められたと。 つまり日本企業においては取締役は大取りによって取締役に引き上げてもらったものでありというのは何かというとこれさっき言いましたあの取締役会設置会社であろうが取締役会非設置会社であろうが株主総会の議題 というのと議案というのは通常取締役会で意思決定または取締役の過半数一致で意思決定つまり次の株主総会の議題と議案はえ取締役会設置だったら取締役会決議取締役会非設置だったら取締役の過半数一致で議題、議案って決めるんですよだ次の株主総会の取締役候補者の氏名は議案なので議題っていうのは取締役の選任の件っていう。 議案というののは具体的に誰を選ぶかってここですでこの議題と議案の決定は取締役会または取締役の過半数1で決めるところを従来の日本企業においてはやっぱ社長代取り代表取締役社長の権限というのが非常に強いとなると実際、取締役会で決めるんだよって言ったってそれは社長代表取締役の鶴の一声で取締役の候補者が決まっていってしまうのが常であったっ。 でまたま、た業務執行にあたってはほぼ大統領があ。 最前線で業務執行の指揮命令をしますから、えー、その他の取締役は業務執行にあたって大統領の指揮命令を受けそして個人別の取締役の報酬も、えー、総額は定款または株主総会で決めるんですよ。取締役全員の総額報酬の総額は株主総会や定款で決めるんですけど個人別の金額は結局代表取締役社長が君いくら君いくらというふうに決定するのが普通であることから取締役は大統領に意見し監督 することということは実際には期待できなかった。でも社長には頭上がらないという状態です、えー。人事権と報酬決定権が握られちゃってるからです、人事権と報酬決定権が社長に握られてるから。でこれによって大統領の暴走というものを止められずに、本当に一人の社長の暴走、大統領の暴走によって、えー、会社全体のね信用性が低下するような不祥事が相次いだ。 でかかる問題の解決策として参考にされたのがアメリカ型の制度すなわち業務執行を取締役ではなく執行役に任せ代表執行役 CEO から人事権と報酬決定権を奪うことにより各取締役に対する CEO の影響力を弱め会社の業務執行や利害関係から独立した社外取締役が過半数存在する参院会に報酬、人事、監査を任せることにしたのである何言ってるかちょっと次のページを見てみてください。次のページ見ていただくと いわゆる今までは取締役会で、えー、次の取締役の候補者人事を決め、ねまあ、でも実際には大統領の鶴の一声だったそして、えー、取締役3人で3000万とかって報酬は総額はあ株主総会とかで決められるんですけど一人一人の個人別報酬は取締役会で決めるでも実際には大統領の鶴のひ声だったそんな怖い大統領に誰も物申すことはできないそと大統領が一人暴走するのを誰も止められないじゃあ 何がいいけないかって経営にタッチするいわゆる大取りにあたる、えー、ここでは代表執行役です経営にタッチする実際に代表執行役から人事決定権と報酬決定権を奪ってしまえばいいじゃないか。 だから代表執行役はどうぞ経営に専念してくださいどうぞ金儲けに専念してくださいってこと金儲けに専念してくださいだけど代表執行役 CEO は次の取締役の候補者だとか、えー、次の役員の候補者そして個人別報酬の決定には参画できませんそれは取締役会の中の報酬委員並びに指名委員これ各取締役3名以上でそれぞれ構成されていきます。 えここで決めますからと、ね、えここで決めますからどうぞ代表執行役は経営に専念してください、ね、報酬は報酬委員で指名、えー、人事指名権は指名委員会で、ねえー、やりますからというふうにその代表取締役に当たる代表執行役から人事権と報酬決定権を奪ったのがこの指名委員会と設置会社の最大のポイントということになります。そして そしてですよ、えー、この各委員会には必ず過半数が社外取締役でなければいけないというのも大きいんですね社外取締役ですから、えー、外部のね有識者なんかを入れることによって公正な報酬決定並びに人事,人事決定というのが可能となるそして、えー、もう一つ監査委員会という委員会も置きますこれも取締役3人以上社外取締役が2人以上いなければいけないでこの監査委員会が監査役の役割を果たしていきます。 つまり監査委員会って取締役なんですけど取締役である監査委員に監査役の役割を果たせるだから監査役がいらないんです指名委員会等設置会社には監査役が設置できないのは監査役の役割を取締役である監査委員がやってくれるから監査役はいらない取締役よりもこの監査委員の方がビシバシ監査できますなぜかというと取締役だからなんですよ さっき、ね、私が言ったの監査役は実は。 適法性監査しかできなくて、あのー、妥当性監査ちょっと戻って、えー、6ページのところ適法性監査はできるけど妥当性監査私だったらどうするかみたいな対案を示してビシバシ物を言うっていう適法性監査はできても妥当性監査はできない監査、えー、役自身が妥当と考える対案を示してそれに誘導する、ね、私だったらどうしたんだろうかっていう,ふうな監査の手法は監査役ごときには許さないって言ったんですけどこれ、監査役だからですよ。 ね、これもう一度戻って11ページ指名委員会等設置会社の監査委員というのは取締役なんですねだから私だったらそうはしないって言ってビシバシとこれ妥当性監査までできると、ね、適法性監査をするのは当たり前、えー、かつ私だったらそういうことはしないおかしいじゃないかって言って、えー、代表執行役、CEO ですね、まあ、ゴーンさんに当た,たる人に、えー、厳しく物申すことができる。 これによってでおまけに物申したところで返り討ちに当た,ない当たらないでしょあの厳しく物申したらお前来次の株主総会で、ね、見てろよと、ね、取締役の候補者にしてやらないからなとかっていう返り討ちにも合わない執行役に人事権がないからです。そして厳しく物申したからといって報酬下げられるという心配もないでこれによって不祥事があいわゆる減るんじゃないかというのが期待されたそれが指名委員会等設置会社の最大の特徴ということです。 そしてさらに、この監査委員会のメンバーたる監査委員たる取締役が、えー、妥当性監査もできることから、ね、つまり厳しく物申せることからだったら執行役代表執行役 CEO に, CE にいっぱい任せちゃおうかということで。 これ以外の会社だったらば絶対取り替えで決めなきゃいけない事項のほとんどを実は代表執行役 CEO に丸投げできます。全部代表執行役 CEO の一存でやっちゃっていいよ。募集株式発行、社債の発行等々も含めて代表執行役 CEO の一存で他の会社だったら絶対取り替え決議とか株主総会決議とかへなきゃいけないものを代表執行役 CEO の一存で依存できる。だから えー、この委員会指名委員会と設置会社に関しては、えー、代表執行役 CEO の権限以上が大きいがゆえに、ね、必ず取締役会を置かなきゃいけない、ね、取締役会でもって、えー、いわゆるう、まあ、内部監査をなななな取締役会でもって、えー、会議体としても CEO を監,査できる監督できるしさっき言ったとおり会計監査人で外部からの監査も充実させたい。ね 暴走したら大変だからですね、代表執行役のほうがまた暴走したら大変ですから、そういう監査制度を充実させると、そういう,う期間設計になっているということです。じゃあ、特徴のところはちょっと皆さんの方で読んでおいていただいてで、続いてじゃあ、13ページの監査党委員会、これが26年の改正、まあ、ちょうど皆さん方は昨年、出来されましたよね、そういった意味では、非常に行政書士試験も改正に早いなと、感心して、えー、見てたんですけれども、13ページの監査党委員会は26年改正、いいですか、これ、アベノミクスの影響です。 アベノミクスで安倍さん何どうしたかったか海外投資家にもっと日本に投資してほしい海外投資家にもっとですね例えば海外日本の企業が新規に株式を発行して出資金を募りたい、えー、いわゆる株式を発行して出資金を募りたい海外の投資家に出資してもらいたいところが海外の投資家というのは非常に企業不祥事にものすごく神経質ですちょっとでも不祥事があるとすぐあの株式を手放して投資を手を引いてしまうんですね。 でその海外投資家から、えー、もっと日本企業に投資をしてもらおうそのためには会社のコンプライアンスを、まあねえー、法令遵守コンプライアンスをもっと、ね、外国企業並みに高めなきゃいけないということでコンプライアンスを高めるには監督する人を増やしたいで特に、えー、いわゆる適法性監査しかないできない監査役じゃなくて 妥当性監査までできる社外取締役を、まあ、活用したい、特に欧米の企業はそうなんです、コンプライアンス重視には社外取締役を、えー、たくさん、えー、設けるのが、えー、近道だというふうに言われているそうです、すそこであの政府のお関係者等々は、えー、より多くの外国人投資家に日本の企業へ投資してもらうためには、企業、特に株式市場に上場している大企業のコンプライアンス向上をより一層図らなければならないところ、そのためには積極的に社外取締役を活用するのが欧米の例だったと。 効果的だとその欧米の例に習って外,外国の投資家が投資してくれるんじゃないかとところが改正前の上場企業の95%以上は監査厄介設置会社一番左見てください監査役は確かに3人以上いる社外監査役は確かに2人以上いるでも監査役だから適法性監査しかできないんですよ、ね、適法かどうかってことしか監査できないね 監査役会設置会社については少なくとも2人の社外監査役の選任は義務付けられているけれども社外監査役に加えて法改正で例えば、じゃあ外国人投資家を受けするために社外取締役をさらに選びなさいって改正したらどうなるかこれは多分、多くの企業が抵抗を示すだろうと。 なぜかとというと日本の企業ってやっぱり、ね、どうしても外部の人間を受け付けたがらないって閉鎖的な関係っていうのがやっぱり大企業でもある、ね、やっぱりこう下から持ち上がってきた係長、課長、えー、部長そして本部長を経て取締役って出世のルートとして少ない椅子を、えーね、みんなであの競い合ってくるというそういう出世レースにさらされてきてるんですね日本のサラリーマンたちはその少ない椅子を巡って今、争ってるのにそんなどこの馬のふるかわからないようなですね青歳みたいなお兄ちゃんにその例えなんとか MBA 出ましたとかって。 言ってですね、いきなり社外取締役にされちゃうのは納得いかないとでただでさえ2人以上の社外監査役を選んでいる監査役会設置会社がさらに法改正で社外取締役ももっと選べなんてとんでもないというようなねこれ経団連が猛反発したんです経団連が猛反発したでそこでそこで社外取締役の設置改正は無理だろうとね。ね じゃあ,じゃあ,じゃあ社外取締役がそんなに海外投資家に受けるんだったらみんな指名委員会と設置会社になれって改正はどうだろうかってことも考えたんですねところが指名委員会と設置会社については確かに社外取締役いますよ社外取締役は元々委員の半過半数は社外取りじゃなきゃいけなかったから元々指名委員会と設置会社には社外取締役いるんだけどそもそも当該形態自体がトップシークレットであるはずの人事報酬について社外取締役が過半数を占める指名委員会及び報酬委員会で決定 しなければならないことへの元々の抵抗感から12年改正でできたんだけどほとんど利用されていない、ねまあ、一部、日産だとかみずほさんとか有名企業は利用しているとはいえ元々広く利用されるには至っていないのが現状トップシークレットである人事とか誰を取締役の候補者にするのか報酬一人当たりいくら報酬払うのかこれトップシークレットですねそれを外部の社外取締役が過半数占める委員会で決めるというのは情報漏洩が懸念されるということなんです。 でそこでもともと敬遠されていたダメじゃないかってね、えー、監査厄介設置会社で社外取りを選ぶのも抵抗ありじゃあ指名委員会と設置会社でみんな改正しろって言ってもそれも嫌だじゃあしょうがない両社の中間的な企業を作りましょうって、ね。 そこで関西役会設置会社と指名委員会と設置会社の中間的な基幹設計を実現し社外取りの設置を必要的としながらもみんながやだやだっていう、えー、人事と報酬の決定権はもともとど通り普通に取締役会で決めればいいそして大取りを選んで、えー、取締役会でもって人事と報酬を決定していけばいいですから。 いわゆる、えー、指名委員会と、えー、報酬委員会と、えー、その3委員会でそれを決めるんじゃなくて普通の従前通りの会社通り大取りをトップとした、えー、取締役会の中で人事、報酬は決めていいだからここは旧体以前の会社を、えーあのー、採用しつつも以前通りの、ね、会社形態を採用しつつもだけどお、えー、なんだあの社外取締役を必ずう選ぶ監査等委員会設置会社、ね、そういう新しい会社形態を作ったんですよ。 ポイントは真ん中見てみてください監査等委員である取締役と監査等委員でない取締役、えー、取締役を2つに分けて監査等委員である取締役に監査役の役割を果たせようということです監査等委員である取締役に監査役としての役割を果たせます果た,し果たさせますだから監査役はいないいなくていい監査役はいなくていいでその3人以上の監査等委員である取締役の過半数は社外取りでなければいけない そして人事、報酬の決定は12年改正前の従来の日本と同じように取締役会だから大取りをトップとする鶴の一声で決めちゃっていいという古い体質を維持しても構わない報酬人事は大取りをトップとする取締役会で決めてよいだけれども、社外取りを過半数要する監査等委員である取締役に十分な監督を期待すると。 でやはりこの監査党員会設置会社は指名委員会等設置会社と同じく一定の要件を満たすと大統領に大幅な権限以上が認められます大幅な権限ですから、一挙に V 字回復とかね、えー、いうようなことも監査党員会設置会社は非常にこれ期待ができるそういった柔軟な経営ができつつ、えー、監査の目も緩めない、えー、そういうような会社として期待されているということです。 じゃああの最後お戻ってですね、えー、50, 50じゃなくてさっきの期間設計のところこれで全部話したかな、えー、3ページのところですね期間設計取締役会設置会社、えー、公開会社と監査役会設置会社は取締役会必ず設置公開したら取り返しは必ずつく、えー、あ,のあえて厄介なことにしたんだったら取り返しは必ずつく、ね、そして指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社は、えー、やはり 大統領と代表執行役に大幅な権限以上が認められることから、えー、監視の目は多い方がいいって言って取締役会を、ね、ガバナンス強化で取締役会を必ず設置する相互監視を高めるということですで取締役会設置会社はあ監査役必要ね、えー、監査役丸1ですねだけど監査等委員会設置会社と指名委員会と設置会社はさっき言った通り監査役はいらないって で、えー、さらに会計監査人あこれ話してないか会計監査人設置会社がなぜ監査役必要か会計監査人設置会社がなぜ、えー、監査役必要かというとこれは話しなかったですね会計監査人設置会社はあのー、計算書類をお外部から検査する人です会計監査人は計算書類を外部から監査する人 外部から監査する、えー、計算書類を監査する、えー、公認会計士の先生とかに取締役が、えーあのー、ちょっとゼロ1個足してくれないとかちょっとその本当は嘘の帳簿なんだけどそれで承認してよとか取締役が会計監査人にちょっかい出してです、ねあのー、違法な監査をお願いするということはよく起こります。 そういった圧力を会計監査人が受けないように防波堤として監査役が間に入ることを期待しているからだ、ね、そういうい説明します会計監査人設置会社がなぜ監査役必要か、ね、それは、えー、ゼロ1個増やしてよとかその <coughs> これ見逃してよとかいう取締役からの圧力をの防波堤として監査役が間に入って、ね、そういった圧力を食い止める役割を期待しているだから会計監査人設置会社には監査役が必要、ね。えー あの会計監査人設置会社にはあえて監査役が必要え警官がいるから観察しなさいとか、ねえー、書いてるところですね警官がいるから観察しなさいなんていうそういった語呂合わせを作っておいた次第ですで最後あ最後じゃない監査役会については公開会社でかつ大会社の場合には監査役会必要だよ、ね、だけどさっきやった通り監査等委員会と指名委員会等設置会社はもともと監査役がいないからこのルールは当てはまらない そして、えー、関係監査人についてですが監査等委員会設置会社指名委員会等設置会社と大会社が会計監査人設置強制これは、丸一丸二いずれも執行役と大取りに大幅な権限以上ができるから、えー、そういう会社においては計算書類の目を、ね、なるべくプロによって、えー、あのチェックしてもらった方が安心だと。 大幅な権限以上が認められることとの関係上、計算書類の監査はちゃんと会計監査人に見てもらいましょうが、えー、理由、そして代替社も同じですね、えー、利害関係人が多くなるからこそ、えー、ちゃんとおプロの目によって、えー、計算書類のチェックをしてもらいましょう。さあ、ででははもうお K について区別できました監監、えー、監査査査役役取締役の業務を監査する業務務をすると、えー 会計監査人などが先に監査した後の計算書類を監査する会計監査に分かれるこれは監査役ですねただ、監査役の業務監査はあくまで適法性監査法にかなってるかという観点からしか監査できない監査役は業務監査と会計監査に分かれ業務監査は取締役の業務の適法性監査会計監査は会計監査人が先にチェックした計算書類の後からのチェックというのが 会計3査のもう一つ会計参与会計参与は計算書類を作る人取締役と共同して作る人、えー、監査する人じゃないということですねで会計監査人は計算書類を一時的に第一次的にチェックする人ということです、えー、会計監査人がまずチェックして次に監査役に渡す 会計監査人がいなければ会計監査人がいなければ監査役が先にチェックするという形でこ 3K を区別できるだけでもちょっと違うのかなと思いましてえ今、一通とおりねお話をさせていただきましたじゃあ一旦ちょっとここで休憩入れましょうか休憩入れてあと30分ぐらいで終わるんですけどえちょっと一旦休憩を入れましてえあの5分ほど休憩を入れた上でえでその後残りのところまあ,もうあと残りはそんな時間ないんですけど時間かからないんですがちょっと一旦ねあのトイレ休憩を入れさせていただきたいと思います。ではじゃあ一旦休憩 それではじゃあ後半と言いましょうか。後半はあのちょっと 小さく、ね、まとめていきたいと思うんですが先ほどあの前半で申し上げた、えー、勝手に山あていたさせていただいたなんて横峯先生に怒られちゃいますけれども、まああの私の一個人の、ね、予想として聞いていただきたいんですが先ほど特別取締役のお、まあ、制度と、ね、言いましたけど、えー、先ほどちょっと私、手元に持ってきてなかったので今、確認してみましたところ2011年、えー、一足出てますよねでそれから2007年,年にも一足で2012年にも一足。 えー、そして、えー、2014年にもお一足、出てるんですが一足といえどもこの皆さん方の,せあの試験には個数問題とかも、ね、出てますから 2007,、えー、2007、2011、えー、2012、14だから。 ほら14で終わってますよ危ないですよ、多分2017、えー、なんていうのが、えー、順番からいくとあってもおかしくない特別取締役の要件なんかを、ね、覚えておくといいんじゃないかなとであとつもう一つ私が勝手に予測させていただいたのが2007年と2013年に出ている取締役の利益相反取引のところ2007年、2013年で終わっていて2013で終わったら次、2017っていうのも大いにあるだろうとですから利益相反についてこの後ご紹介をしていこうと思います。14ページの、えー、取締役 その協業必死義務と取締役と会社との利益相反取引について簡単にまとめたものですで、まず協業必死義務から、えー、協業必死、えー、取締役が自己また第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときには当該取締役は株主総会取締役会設置会社においては取締役会において当該取引につき重要な事実を開示し事前にその承認を受けなければならないこの取締役の義務を協業必死義務というと でなお承認を受けることなくしてされた協業取引は、えー、無効にはならず有効であるということになります。 例えばレック株式会社東京リーガルマインドですね、えー、あの当然、えー、国家試験の受験指導や書籍の販売等を会社の事業目的にしてるわけですでその取締役江さんが例えばですよ自ら、えー、試験の対策テキストを、えー、作成し自らあ出版社に持ち込んで、まあ、出版社に持ち込んだ時っていうのは原稿をすべて買い取ってもらう形と印税方式で売れたあ本のあ 売上の何パーセントを印税としてもらうというねそういう2つの契約があるんですが例えば、えー、原稿の買い取り方式で、えー、オツ出版社に原稿を一度に買い取ってもらったとしましょうでそれで代金の支払いを受けたでこれは要するに、えー、株式会社東京リーガルマインドの取締役が業務上知り得た知識を使って自らの名前でテキストを作成しそしてそれを原稿をオツ出版社に持ち込んで買い取ってもらったっ、ね、でそれによって対価の支払いを得てしまった。 でこれは会社と協業する行為,協業する行為を自ら行ってでそれによって対価を得たと、ね。では、これを行うためには、えー、事前に株主総会または取締役会の承認を得て、えー、その上でこの協業行為をしたのであれば何ら問題がない。 ところが承認を得ずしてこういった協業行為をしてしまうとどうなるかというとえこの協業行為そのものは無効にはなりませんので、えー、これを無効とすることはできないただし、公は法律違反をしており、えーま、全監注意義務に違反したとしてこれにより会社が被った損害について、えー、公はあ賠償する責任を負わされていく。で これね実際にじゃあ今回承認を得ないでうさんが、うん、こういった協業行為を行ってでそれによって会社がいくら損害を被ったかというのをいくら会社が損害を被ったかっていうのは計算できないのでちょっとここには書いておかなかったんですが実はこれ、民法、民法で会社法の規定で。 なおね、この会社が被った損害は、公が得た利益と一致すると、公が得た利益イコール公が被った、あ公,が公が得た利益イコール会社が被った損害だとして、ね、あの推定する規定が実は置かれてます、ですから公があ今回、この対価を得た金額が、まるまる会社が被った損害だとして、会社は取締役に任務下退の損害賠償責任、423条に基づき任務下退の損害賠償責任の追及ができる。 やる取締役、公が承認を得ないで得た利益イコール会社が被った損害だとして、えー、会社は公に対してその利益こっちによこせという意味のね損害賠償請求をしていくことができるそうやって規定しているということになります。 さあそれではじゃあもう一つこちらのほうがなか山手の方になってくるんですが取締役と会社との利益相反取引取締役が事故または第三者のために株式会社と取引をしようとするときまたは会社が取締役の債務を保障することその他取締役以外のものとの間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするときには当該取締役は株主総会取締役会設置会社にあっては取締役会において当該取引につき重要な事実を開示し事前にその承認を受けなければならない。 さあ、これなんですが、ちょっと次のページご覧になってみてください。えー、まあ、3つに分かれるんですが、まあ、直接取引の中でも、丸一ぐらいは覚えておけば十分だと思います。丸一ね。A 株式会社の取締役、孔、おつ、平、大取り、孔、えと、ー、取締役のおつが売買契約を締結する、ね。会社の所有する土地をおつが買うとか、反対でもいいです。会社がおつから土地を買うだとか、ねえー、自分のために会社と取引をする場合。 これは、えー、利益相反取引と呼んで。 あの絶対 A 会社に損な、ね、契約内容になる可能性が高いやはりあの A 会社を代表して「こうが「オツと契約するんですが「k o はやは,やはり仲間内の「オツに甘いでしょうからいわゆる A 会社に不利益で取締役を「o に利益な契約内容になってしまう可能性が高いそこでこういった会社と取締役の利益が相反する場合には事前に A 会社の取締役会で承認をもらいなさい。 で A、会社の取締役会においては「オツ」は特別利害関係人になっちゃいますから結局「公」と「兵からなる取締役会で「公」「兵の2人の賛成がなければ承認はならない、ね、取締役会はあの利害関係人は参加できないので今回「オツ」が利害関係人ですから「公」「兵2人の取締役会で過半数賛成って2人だったら全員賛成を意味しますから「公」「弊」「全員が賛成していかないとこういった利益相反はできませんよ」 でまあ、丸にはここまではあのあの検討させないのかもしれませんがこういう、ね、あの会社同士の取引の時にも要注意です、これ、ね、どうやって見るかというと A 会,社 A 会社が B と取引をするというのは A から見ると B イコール、えー、生身の意思表示をしている人間はオツだって考えるんです。 B 会社物を言えない会社に代わって売買の承諾ないしは申し込みの意思表示をするのは大 b イコールオツと見るんですねそうすると A から見て B 社との取引はイコールオツとの取引に他ならないで o って A の取締役にいるじゃんということで結局上と同じ A から見て B 社との取引はイコールオツさんとの取引と同時できるとなるとこれはオツに有利で A に不利な契約内容になる可能性がある。 そこでで同じです A 社の方で、えー、取締役会の事前承認が必要だよって、ね、ところが反対に B から見て A 社との取引はどうですか B から見て A 社との取引はイコール公との取引と同時できます A イコール物言えない A に代わって意思表示をしてるのは生身の代取公だからですねか B から見て A 社との取引は公との取引と同時できるからその公が B 社の取締役の中に含まれていないので この場合、A、B から見て A との取引は利益相反にならないですから B さんの方では承認はいらないと、ね、いうことになっていくわけですで売買契約の場合には、えー、両方、買い主、売り主どちらになっても、ね、このように検討して利益相反になるかどうかを検討するでもう一つ、間接取引というのは直接取引をしているのは X 銀行例えば A 会社の、えー、が 直接取引をしている相手は X 銀行 X 銀行は別に自分の会社の取締役とか関係ないんですだけどその A と X との契約が OZ の債務を保証する保証契約であったような場合 OZ の債務を保証する保証契約を A と X とで締結しているでこの主債務者 OZ が A 社の取締役であったような場合 結局 A から見たら自社の取締役オツの尻拭いをするために保証人になってやる契約を締結するということですからこれはやはり主債務者オツに有利で会社に不利な契約内容になる可能性が高いでこういった場合にも、えー、事前に A 会社の方で取締役会の承認をもらいなさいということなんですでこのように利益相反取引は事前に取締役会ないしは株主総会の承認が必要 でなお戻って14ページ、えー、承認を受けることなくしてされた利益相反取引は会社と取締役の間で無効という扱いになっていますここが協業必死義務と違う、ね、協業必死義務の場合には特,に特段あの有効として処理したところ、えー、利益相反の場合には承認を受けなければ会社と取締役間の間では無効ですよという取扱いを受けているということです。 では続いて15ページじゃあこの利益相反取引でそのやってしまって会社に損害を与えた場合の責任が15ページの一番下。 ちなみに調べましたらあの取締役の法令違反、えー、2010年に出題されていますねだから何気にあの行政書士の会社法もかなりレベル高いですね、えー、2010年のところで取締役の法令違反の出題がありましたので、まあ、ちょっとそこまでカバーします利益相反15ページの一番下利益相反についてはそれによって会社が損害を被った場合取締役の任務下退があったものと推定し、ねえー、具体的に利益相反取引の張本人である取締役やそれに関与した取締役等は任務下退があったと推定され会社 がこが被った損害の賠償をしていかなければいけないということで先ほどと同じく協業必至義務に違反した場合と同じく会社が被った損害の賠償を関与した取締役らは連帯して責任を負わされるということになります先ほどの14ページだと会社が被った損害イコール取締役が得た利益これを取締役が会社に返しなさい。 で15ページだと利益相反取引によって会社が損害を被ったその額を取締役があ、まあ、関係した取締役全員で連帯して会社に弁償しなさいちなみに15ページの会社が被った損害っていうのは例えばうん丸1の例で言えば15ページで言うと、ねえー、1億の土地をオツに8000万で売ってやったとか、えー、丸1の例で1億の例会社所有土地をオツに8000万で売ってやった。 A 会社が所有する1億円の土地を8000万に手心加えてオツに売っちゃったとか言うんだったら損害は2000万ってことです。 こちらはあの簡単に計算できます損害は2000万,2000万円を関係した取締役らで全員で損害賠償の負担をしなさい会社に連帯して賠償しなさいそういういことですで両方とも423条任務渓待による会社に与えた損害の賠償規定協業必至義務違反で会社に損害を与える、えー、利益相反規定によって会社に損害を与えるいずれも423条を根拠に会社に損害賠償をすると。 これがあのう2010年にちょっと失礼されてましたね。じゃあ次16ページのこれ会社に欠員が生じた場合の規定20ちょっと古いんですが2009年 2009年に3、えー、菓子出題されていましたで、まあ、中、空いていますし今年は順番からいくと取締役危ないでしょう取締役危ないと思うので14年に大型出題終わってますからね欠員が2009年で終わってますでそこから出てないちょっと欠員簡単にざっとお話ししようとして取り上げさせていただきました16ページ、ねえー、10番、取締役に欠員が生じた場合 でこちらのおまず、欠員というのは取締役会設置会社においては最低3人いなきゃいけないところ3人欠けちゃってるというそういう状態ですでは、えー、取締役 ABC3、まあ、名、えー、取締役会設置会社だとして3名、最低人数ギリギリだったところ C さんが辞任ないしは任期満了してしまうというようなことが起こった場合、えー、この時、AB2 名では欠員状態になってしまうわけです。 欠員状態が直ちに違法というか直ちに問題なわけではないどう,どうやったって普通に株主総会を開催して公認者を選ぶまでには少なくとも招集期間である2週間以上は必要になります株主総会、招集通知は2週間前に通常発送しなきゃいけませんから、えー、取締役会設置会社だったら2週間前に招集通知が発送必要だからですですから少なくとも2週間は欠員のまま生じるその上で株主総会を開いてで <coughs> 後任者を、えー、選んでいくと、ね、いうことになっていくんですが、まあ、最短のスピードでっても2週間ですから普通の会社はそんな2週間でほいほい株主総会開けませんからそうするとその株主総会を開いて後任者を選ぶまでの間かなり時間が空いてしまうということがあり得るんですね。でそのの時ににには実ははは実辞任任任またた期満了によって、えー、退任したはずの C さんに 公認者が就任するまで引き続き取締役として振る舞うことを強制していくこれ、法律が強制するこのようにして強制された取締役のことを権利義務取締役というふうに呼んでいくことになりますでこの場合、取締役として普通の取締役と何ら変わらぬ職責でもって活動することが要求されるということになりますで辞任と任期満了というのが一つのポイントになりますね。 で,では、欠員は欠員でも死亡や解任だった場合にはどうなるのかまさか死んだ人に引き続き振る舞うなんてことをさせられませんから,で、ま、したら解任されるにはそれなりの理由があってそんな危険な人物に引き続きやらせるのも大変ですから大変とか心配ですからでこの場合には AB で何、えー、とかなるんだったら何とかそのまま AB で行きますですが、そのどうしようもなく人手が足りない AB だけじゃ、えー、足りないだからといってすぐ株主とかを開くこともままならない。 でなぜ株主総会すぐ開けないかというと公認者がいないとか、ね、候補者がいないとかなんで AB2 人で日ッもさッもいかないんだったらこれ裁判所に一時取締役の職務を行うべきものいわゆる仮取締役というのを選任してもらうことができるとでこの仮取締役の選任のパターンと権利義務取締役のパターンとの,、ね、この退任自由というのが明確に分かれるものですから、まあ、司法書試験なんかでもよく出ます。辞任任期満了は権利義務取締役 それ以外の死亡、解任等については、えー、あの権利義務にならない代わりにそれで取締役が足りなくて回らない仕事が回らないんだったら裁判所に仮取締役というのを選任してもらうことができるよ仮取締役は大体あれですあの前社長さんとか、ね、定年退職された元取締役とか,なんかそういう,ような方たちがあのリタイアされた昔の方たちなんかを、ね、登用していくことがほとんどだと。 さあでは続いて3番取締役の職務代行者職務代行者、ね、これは ABC のうち C さんが取締役解任の訴えが提起されたでなんかやらかしたんでしょうね解任の訴えが提起されてところが日本の裁判長いんだ解任判決が出るまでつまり C を解任するっていう確定判決が出るまでこの取締役 C さんは、えー、取締役の身分を剥奪されませんで従来通り実は職務できてしまうわけです ですが、こんな解任の訴えが提起されるような C さんに判決が出ないからといって引き続き取締役の職務を全うさせるのは危険極まりないので、えー、原告は裁判所に当該取締役の職務執行停止の仮処分というのを、ね、請求することができさらに、えー、必要があれば取締役の職務代行者専任の仮処分も一緒に申し立てられますよと。 でこの職務執行停止の仮処分というのは、えー、判決が出るまで C の職務執行を停止するという民事保全手続き、まあ、仮処分手続きですでこれだけやってもいいんですけどこれだけやっちゃうと1人減っちゃうから1人職務執行できなくなっちゃうからそれで会社に支障が出るようだったら、えー、同じ原告が取締役の職務代行者選任の仮処分、えー、誰か職務代行者を選んでくれという仮処分の申し立てをするそうすると裁判所が適任者を選んでくれるということになってきます。 さあではあのこの職務代行者並びに仮取締役、権利義務取締役の権限、最後4番です、権利義務取締役と仮取締役は通常の取締役と同様の権限を持ちますよ、ところが取締役の職務代行者は常務に限ると、ね、常務以外をやるには裁判所の許可が必要になってきてしまうとね。ような形で、両者は区別されているということになっていきます。 さあでは、あのー、権利義務取締役と仮取締役ねその後、えー、無事に欠員、えー、が解消されてだから、者が選ばれれると勝手に解放されます、えー、権利義務取締役と仮取締役は、後任者が、えー、選任されると勝手に解放されていく。 ところが取締役の職務代行者についてはねこれ公認者が選ばれたとしても裁判所がですねこれ職務代行者の職を解かないと職務代行者は当然に執行しないなんてそういう違いはあるんですが、まあ、そこはちょっと細かいので、まあ、この3つだけ区別できればそれだけでも違うんじゃないかなとでちょっと私は勝手に予想させていただいたのにすると本当取締役代表取締役取締役会あたりはちょっと,ちょっと危ないのかななんと思ったりして。えー、あのあと 一度も出てない会計監査人とかね会計監査人が一度もまあ出ていないようなのでむしろ会計参与の方が一度出てるのがちょっと驚きなんですが会計監査人が一度も出てないので、えー、会計監査人なんかポンとね要件なんか出てくるってことは十分考えられるんじゃないかなと思いますで最後に株主総会なんですがこの株主総会もちょっとそうですね、えー、2013年に株主総会決議無効確認の訴え そこって感じのところが出てますね。2013年、あんまり使用書士試験でも無効確認からは出ないんですけど、株主決議、株主総会決議、無効確認が2013年。で、翌年の、えー、2014年に、株主総会決議取り消しの訴えが2足、2014年に出てます。で、ここで終わっちゃってます。 で2013年に〇〇一問2014年に二足にお、えー、いますね2017年に株主総会の決議取り消しまたは決議無効確認どちらから足レベルで出てくる可能性は十分あるんじゃないかなとそこで実は重要度から言ったら決議取り消しの方が重要なのでちょっと17ページ株主総会決議の可視のところを見ていくことにしましょうさあ株主総会の決議に何らかの欠陥があった場合、ね でこれどんな下司の,の場合欠陥,です、ね、欠陥の時にどの訴えなのかというのが司法書試験でもよく出ますいわゆる、決議方法招集手続き、まあ、要するにだから招集手続きというのは会株主総会当日までの手続きで決議方法というのはその当日の決議の、えー、手続き。 いずれも手続き的な歌詞ですよ、決議方法例えば、えー、定則数に満たないのに強行、えー、決議しちゃったとか。 過半数賛成多数が必要な普通決議なのに過半数足りてないのに議長がはい可決確定とか宣言しちゃったとかそんな風に決議方法、ね、定則数足りてない決議要件満たしてない、えー、それから必要な説明を求める株主の挙手を無視したとかそういう決議方法に何らかの違反があるまた、決議方法じゃなくて招集手続き招集手続きね。 つまり当日までの招集通知を2週間なら2週間前に発送するの忘れてたとか、えー、取締役会設置会社であればこれ、えー、少なくともお取締役会設置会社って公開会社であれば2週間前までに、えー、発送しなきゃいけないのにそれを3日前にした2日前にしたなどという、えー、招集手続きに違反があるこれ、みんな決議取り消しの訴えになっていきます。 でそれに対して違いが出てくるのはここですね。決議内容内容というのは議題と議案のことということです決議内容議題と議案議題は取締役選任の件議案は候補者の氏名ですねで議題は定款変更の件議案は第何条を A から B に変える件とかって要するに議題と議案これを合わせて決議内容と言いますでこの決議内容が定款に違反する。 例えばちょっと下に丸一から丸四、これで私が書いたというかまだ出てないんですけどスマホで暗記司法書士の会社法版からこう抜粋してきましたえ今度出るんですけども、えー、スマホで暗記の会社法版あ皆さんの試験が終わってからですよ終わってからですがその丸一から丸四の,の文章をコピペしてきたんですがちょっとその丸、なんだ、えー、決議の。 1> 丸一のところですね。えー、招集手続きのね、違反等々については、これは決議取り消しの訴え。なお、決議内容の定款違反とは、例えば定款に未成年者は取締役にならないと規定されていたのに、未成年者を取締役に選任する株主総会決議のことである。で、ちなみに未成年者は法律上取締役になれますよ。法律上取締役になれるから、法令違反じゃないんです。 法令違反じゃないけど、えー、定管には違反しているという状態です。法律違反はしてないけど、定管には違反しちゃってる。で、この場合には決議取り消しの訴え、決議取り消しの訴え。で、それに対して決議内容の法令違反、法令違反。 二、えー、の文章を見てください決議内容の法令違反については株主総会決議無効確認の訴えを提起することになるなお決議内容の法令違反とは例えば青年非公権人を取締役に選任する株主総会決議のことである青年非公権人非補佐人法人などは取締役にならなかったところそれを、えー、取締役にしちゃったこれは法令違反会社法令違反ですでこっちは決議無効確認の訴えで、えー、定款に違反するのは決議取り消しの訴え ここがねあの一つ肝になってくるんじゃないかと思いますでなんでこんな違いがなってるあるかというとあれでしたねあの決議取り消しの訴えってほら株主総会決議から三ヶ月以内しか訴えられないで訴えによってしか無効主張できないし三ヶ月以内にしなきゃいけないしでその非常にスピーディーに無効を争わなきゃ、まあ、取り消しを争わなきゃいけないんです原告である株主さんなどが訴えるにも株主総会決議から三ヶ月以内に訴えていかなきゃいけない三ヶ月以内に訴え提起しなかったら不問です不問 ということはこの決議取り消しの訴えというのは警備な瑕疵なの軽微なだから、えー、法律に少なくとも違反してないんだったら定款ごときに違反してもまあまあ3か月間はね訴えられたらそれは取り上げるけど3か月以内に訴えがなかったらもう不問だよと。ただし、えー 法令違反は黙っちゃいられません特に議題議案の法令違反なんていうのは公助両属などが絡まっていることもありますので法令違反に決議の議題議案が可決されちゃったりなんかしてた場合にはこれはね黙っちゃいられないんですよで決議無効確認の訴えとていうのは定期期間がないんですね提訴期,期間が3か月とかいう提訴期間がないね提訴期間がない となるといつでも無効主張を争うことができます無効主張できますよとさせることによっていわゆる 法令違反の、まあ、違反を重視したと、ね、いうことになってきます。ですから、この決議取り消しの訴えと決議無効確認の訴えの、ね、これで3か月って、まあ、書いてませんけど、あ、書いてあるか、3丸三の3か月とかね、えー、株主総会無効確認の訴えには提訴期間の定めがない、特にこの決議内容の定款違反、法令違反がすごく重要だと思うので、えー、ぜひ見ておいていただきたいと思います。そして、まあ、丸4最後にに株主総会等の招集の集手続きままたたはは決議方法が法が令または定 違反する時であっても裁判所はその違反する事実が重大でなくかつ、ねえー、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは請求棄却要するに原告の訴えを認めないこれも決議取り消しの訴えの方です決議取り消しの手続きに、えー、違法があってもどうせ警備なんだから。 警備なんだからそれ確かに1人の株主に招集通知出さなかったとかね1日期間が足りなかったとか定則数、えー、1株足りなかったとかそういったのことは確かに違反は違反手続きの違反は違反だけど、まあ、警備なんだから、ねえー、重大でなくかつ決議に、ね、たった1人がこのあと株主総会に本当に呼ばれていてもそれによって、えー、賛否は変わらなかったというのであれば原告の請求を棄却し株主総会の決議の取り消しを認めないとすることも できるよこれはひとえに、えー、歌詞が警備だからで覚えておくといいいいんじゃないかと思いますでは、あの株主総会の決議事項の、ね、上のところは先ほど使ったとおりなので、えー、ぜひあの皆さんの方で再確認していただきまして。まああの ちょっと期間のところで勝手に山当てさせていただきましたけどその、まあ株式のところ等々も前回言ったと思うんですけど、えー、皆さん、えー、対応していらっしゃる設立については今回ね、ね、あのー、割愛をしております設立は皆さんどうやらしっかり勉強されていらっしゃるようなので設立とあと商法創、総則商法分野ですね僕は皆さんあのよく勉強していらっしゃると伺いましたので、えー、ちょっと今回は割愛させていただきましたが期間のところと株式のところ、ね、前回、えー、通じてお話をさせていただいてでちょっとその,その他あ、まあ、今回は取り上げなかったんですけど ちょっとだけ、あのー、なんとなく金銭に触れるなというか公私的にこれどうなのかなどうななのかなって危ないんじゃないかなと勝手に予測したのが皆さんやってないかもしれないんですけど会社の解散と清算のところちょっとだけ見てたほうがいいかもしれませんよ、あのこれ、ね、どうしてかというと司法書士試験で、えー、今年出たんです,今年出てです、ね、解散のところ大きく出て。で実はちょっと 法務省というか、まあ、法律的にもね解散の、えー、事例というのが非常に26年から毎年、休、え、眠、ー、会社のみなし解散って言ってね、えー、民会社ペーパーカンパニーをどん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 ん解散させようということを26年から突然やり始めたでそこで実務会も解散の仕事が非常に増えてるんですでそういったことは法務省の官僚ないしは試験問題を作るような人の耳にも止まってるでしょうからじゃあ、まあ、と,とは言ってもね失礼実績は一度もないのでね私のアドバイスが何か具体的に身をつながるとは思わないんですが、まあ、もしあの本当に10 とかねえー、ちょっとだけでも、えー、横目先生とかのテキストを、ね、ご覧になっていただくと、えー、もしかしたら出ちゃったりするかもしれませんね。今日と前回の、ね、講義のところが、まあ、皆さん方にどれだけお役に立てたのかちょっと私からはわからないんですが、まあ、これをきっかけにですね 会社法をもうちょっと勉強したいなと思ってもまずは皆さんの目の前の行政書士の試験を、ね、ぜひあのクリアしていただくのがまずは、ね、課題だと思いますのでこの貴重な直前期の時間を、ね、いただいて講義をさせていただきまして私も非常に光栄なんですが、まあ、皆さん方の合格にちょっとでもお役立ちいただけますよう、まあ、どうぞお役立てしてもらいたいなと何かご質問ありましたら別にあのいつでも結構です渋谷はふらふら歩いてますからあの声をかけていただいてあそこがわからない、ここがわからないあれば、ね、どうぞお声をかけください。それでは ではじゃあ私の方から全、えー、2回ですね会社法特典確率アップ大作戦、えー、以上でお,お,おしまいにさせていただきますのでどうぞ皆さん、えー、ぜひ、ね、くれぐれも行政処置の試験頑張って戦ってきていただきたいと思います。